ごまかごま族の一年層。アフリカ大陸に野生種のゴマか植物が多く、自生しているが、考古学の発掘調査から、紀元前3500年頃のインドが、幸いゴマの発祥地である。主に種子が、食材や、食用油などの油製品の材料とされ、古代から今日まで、世界中で利用される植物である。和名ごまは、紀元前1世紀頃の古代中国祭域のこと、 呼ばれた国から渡来した朝であるとして、中国名が生まれ、これを日本語では音読みしたと言われている。ゴマの見アフリカ原産とされる一年草で、紀元前14世紀頃には古代エジプトや古代インドで栽培されていたと言われている。草丈は約1メートルになり、夏、溶液に白色の花をつけ、 秋に結実して実の中に多数の種子を含む。干ばつに強く生育後期の乾燥には大変強い。逆にタウは生育が悪くなる。ゴマ畑日本で使用されるゴマはその99.9%を輸入に頼っている。財務省貿易統計によると2006年のゴマの輸入量は約16万トン。国内では 鹿児島県、茨城県、沖縄県などで生産されているが、総生産量は100トンにも満たない。国内有数の産地である、鹿児島県機械島では、8から9月頃の収穫時期には、集落内、周辺に、ごマの天日星しの、セサミストリートが出現する。西日本の団地の場合、5月から6月頃、アゼに二条巻きする。発が適温は20度から30度で、 適当な水分と温度とがあれば容易に発芽する。本葉が2枚になり、草丈が成長してきたら2回程度間引きを行い、株馬を開ける。収穫は9月頃。白ゴマ黒ゴマコウゴマなど種子の外皮の色によって分類される。欧米では白ゴマしか流通しておらず、アジアは半々。金ゴマは主にトルコでの栽培。農薬や、 肥料なしでもそれなりの収穫が可能という自然任せで栽培できる作物であるため、口述のような品種改良はあまり行われてこなかった歴史がある。日本の品種の保機構作物研究所において育成されたごま像は、ごまでは初めての登録品種であり、種子中のリグナンであるセサミン、セサモリンガン有量が既存在来種と比較して高いことが特徴である。 2009年には同じクリグナンガン有料が高い黒、ゴマ新品種、ゴマエモンと白、ゴマ新品種、ゴマ姫が育成され、品種登録出願された。その5両品種はそれぞれ、マルエモンとマル姫に名称変更されている。アフリカのサバンナに約30種の野生種が生育しており、ゴマの起源地はサバンナ地帯、スーダン東部であろうというのが有力である。 ナイル川流域では5000年以上前から栽培された記録がある。古代エジプトでは、ゴマは体に良い食べ物とされ、薬用利用などしていたことが、医薬書に、象形文字で紹介されている。日本では、縄文時代の遺跡から、ごま種子の出土事例がある。奈良時代には、畑で栽培し、ゴマを圧搾し、ごま油を作り、食用油として調理したり、 明かり油として用いた。平安時代の演技式では、ごまの歌詞や薬用利用について記されている。2010年のごまの世界の総生産量は384万トンであった。2010年の最大の生産国はミャンマーである。上位3カ国はミャンマー、インド、中国で世界総生産量の約50%を占める。ごまは2010年には、 世界の農場で780万ヘクタールを超える面積で栽培されるまでになった。鞘の中に入った種子を食用とする。鞘から取り出し、洗って乾燥させた状態で食用となるが、生のままでは、種皮が硬く香りも良くないので、通常はいったものを食べる。また、剥く、切る、指先でひねりつぶす、すり鉢ですりつぶすなどして、料理の材料や薬味として用いられる。 また、伝統的に振りかけに用いられることが多い。味の特徴としては、白ゴマはほのかな甘みがあり、黒ゴマは香りが強く、コクがある。香ゴマは香りが良く、味が濃厚である。すりゴマにするためのすり鉢とすりこきすりゴマすり鉢を使ってゴマをすりつぶしたもの。また、少量のすりゴマを得るには、卓上ゴマすり機のような道具が便利である。 ゴマが半ば粉砕され、含まれていた油分が浸出してきて、ややしっとりとした感じになる。特には食において、白あゆをはじめとして様々なレシピで活躍する食材である。ごまだれたれの一種で、すりごまなどを材料に用いたもの、サラダなどに用いるごまドレッシングも類似のものである。練、ね、りごまごまを完全に粉砕し、 ピーナッツバターのように油分を含んだままペースト状にしたもの。これに植物油や調味料を入れると芝ビシ塩になる。ごま油含有率が約50%以上あるため絞ってごま油として用いられる。入りごまを材料に独特の香りを出した焙煎ごま油とごまを入れることなく生成しごま本来の旨味を出した大白油、白ごま油とに分かれる。 調理油、調味料として用いるほか、未焙鮮のごま油は、生花用油や、マッサージオイルなどにも使用する。詳細は、ごま油を、参照用の青汁利用も行われている。ミネラル、ビタミン、食物繊維のほか、抗酸化作用のあるアクテオシドが含まれている。昔から、ごまは、栄養価の高い食品として知られ、生薬としても用いられた。種皮の色によって、 黒ゴマ、ま、白、ゴマ、ま、高褐色のものは、金ゴマなどの品種に分けられるが、栄養的にはほとんど差がない。黒ゴマの皮の部分には、タンニン系、ポリフェノール色素を多く含んでいる。カルシウム、マグネシウム、鉄、リン、亜鉛等のミネラルが多く含まれ、骨粗小症の予防や、貧血の改善に効果がある。タンパク質、食物繊維、ナイアシン、ビタミン A、B1、 B2, B6, E や葉酸が豊富に含まれている。ゴマには抗酸化物質として働くリグナンが含まれており、ゴマの代表的なリグナンはセサミンである。ゴマ自体も抗酸化作用を持ち、活性酸素が体内で生成されるのを抑え、肝臓機能を強化し細胞の老化や眼化を抑制する作用がある。種子にはオレイン酸、リノール酸、 パルミチン酸などの脂肪油45から50%、タンパク質約20%、含水炭素10%、アデニン、コリンなどを含んでいる。リノール酸は必須アミノ酸の一種で、コレステロールの血管への沈着を抑制し、動脈効果の予防に役立つと言われている。ただし、作油したものは、そのまま空気に触れさせて放置すると加酸化し、質化して、ガンや肝炎。 動脈硬化の発病に関与してしまうとも言われている。栄養価が高く健康に良いとされているゴマではあるが、子供を中心にゴマアレルギーの調査が報告されている。アトピー性皮膚炎の子供126名を対象に行った例では、1歳未満の乳児が21%、1歳から1歳6ヶ月未満では44%、2歳3歳以上では約50%がゴマに対して、 陽性を示す結果となった。ごまはかつて木薬としても用いた。秋に果実を収穫して、種子を採取して、日干しにしたものをごまと称し、栄養価が高いことから、滋養競争になり、切り傷、ただれ、刺し傷の治癒にも使われた。傷や皮膚ただれには、新鮮なごま油を患部に塗布すると、傷面の保護や消炎に役立つと言われている。また、 耳に小さな虫が入った時に綿棒の先にごま油を塗って耳に入れると油の粘りで虫取りに利用できる。ありがとうございます。